さあ、DJ ケチャップと素敵な仲間たち、今回も元気にスタートしていきましょう。パーソナリティの DJ ケチャップです。アシスタント、久林純子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本日のゲストを早速ご紹介いたします。はい。川鍋工業株式会社代表取締役社長の川鍋隆史様です。よろしくお願いします。川鍋です。よろしくお願いします。ということで、川鍋社長にお越しいただきましたけれども、川鍋工業株式会社、もうこの工業だといろんな事業があると思いますけれども、ね、まず川鍋工業株式会社、会社の歴史はどれぐらいあるんですか？今年で52年目に入りました。歴史のある会社、1971年、はい、そうですね、創業ということで、もう私なんかよりもはるかに歴史のある感じですけども事業としてはどういう工業の中でも、ですね、皆さんが土木、はい、建築、はい、あと水道、はい、あともう一つは土木系なんですけれども、うちでいう環境事業って改修工事とか耐震工事とか、はい、そういうのをやってる会社です、ね、うわ、じゃあこれ今正直めちゃくちゃ忙しいんじゃないですか？そうですね、正直、うん、土木とかはそんなに忙しくないんですけども、実際耐震工事とかは忙しいですね、はい、だってね、昭和のね、こう第二次世界経済成長の時にいろいろこう橋脚とか高速道路とかいろんなものが建設されて、はいはいはい、そろそろメンテナンスに入らないとダメですけど、 その量って計り知れないですよね。まあ本当に群馬はまだあんまりやってないんですけど、はい、やっぱり埼玉とか、はい、うちは群馬と埼玉の事業所があるんですけど、はい、埼玉の方が本当に多いですね。一旦全部のいわゆる橋脚とか高速道路の耐震とかも全部チェックされなきゃならない。そうですね、コンクリート構造物って橋とかそういうだけじゃなくて、あとはうちが得意としている水道部門で、はい、水道の排水池だとか、ああいうのもコンクリート構造物が多いんで、そこのところをやっぱり耐震工事しないと、もし災害が来た時に水道が使えなくなるっていうことです。うん、そうですよね。今この会社の、ね、概要をここお持ちいただいておりますけれども、まずやっぱ土木事業でそういったところの土木事業をやられて、あとは環境事業、この辺はもう今劇的にいろいろと情報だったりとか、この環境との共存での我々の人間生活、あと建築土木との関わり方ってすごい変化してるんじゃないですか？そうですね、やっぱり今までは新しいものを作り続けてきたって感じですけど、はい、これからはメンテしていかなきゃいけないっていうことで、その中でやっぱり人の体にいいものっていうことですね。特にうちは環境の中で水というものをですね、非常に大切にしてるんですけれども、はい、その中で水を貯めとく排水池だとか、はい、その中に何て言うんだ、いろいろゴミが溜まったりとかするんですよね。でそういう中でそれをちゃんときれいにしてあげる。でそれをロボットでやって、そこのところで調査をする。で調査することによって回収するかそのままにしとくかっていうことで、コストの縮減、コストも下げることができるんですよね。はあ、今さらっとロボットっていうのがありますけど、最新のね、やっぱりそういうところの技術もいわゆる もちろん使いながらということですよね。はあ、だってまあ環境という部分で言えば今キーワードじゃないですけど水っていうワードが出てきましたけど、まあね、僕ももう正直関西の田舎で育ってて水なんてあって当然ただ当然みたいな認識ってまだやっぱ年配の方にはあるじゃないですか。はいはいはい、でももうそういう時代では全くじゃないですよね。そうですね、まあ今の水道の普及率っていうのはもう 99% ぐらい全国で、はい、なんで今の人たちは蛇口をひねれば水道が出るっていうのは当たり前の話ですけど、はい、実際はそれを維持していくのがものすごい大変なんです。確かに。それで、やっぱり人口減、はい、また遠いところにいるとそこに水道を引いていかなきゃいけないっていうところもありまして、もう非常にお金がかかる事業なんですよ ね。ただその質を落とさないっていうところがまた大変なところなんですよね。うん、だって水道管を通せばそれで OK だいうわけでもなくて、 そうです、その水道管のメンテナンスもしなきゃなんないし、
ねえ、じゃあもう本当過疎になってきたらそのエリアに対してっていうところの予算をとか、むちゃくちゃ大変です。大変なんです、大変です。で、やっぱり今災害とか地震が多いじゃないですか。確かに。そうするとですね、水道を貯めとくタンクなんかは地震があるとやっぱり当然揺れますわね、うんうん、はい、そうするとフロッグっていうまあゴミみたいなものが舞い上がっちゃって水道が使えなくなっちゃうんですよ。へえ。だからそれをいかに減らすかっていうこともそこのロボットとかでやってますし、うん、まあ災害の時に一番最初に復旧するのは水道と電気ですから、うん、そこのところでね、インフラっていうことでご協力させていただく、まあ奉仕する、社会に奉仕するっていうか、そういうことをやらせていただいてるんですけどね。だからライフライン的に我々水道を使われてるのが当たり前やと思っているかもしれへんけど、こうやって川辺さんのところのような会社がメンテナンスしながら水道の貯水とか、あとは水道のインフラを整えながらやってくださってるからっていうところはありましたけれども、どうですか、この会社は。じゃあこれ、こう仙台とかいらっしゃるんですか。そうですね、今から約20年前に、はい、仙台から引き継ぎまして、はい、まあ引き継いだ時は非常に良くない時だったんですけども。良くない時、2代目なんだそうです。はい、ですごい大変だったんだそうです。どう良くなかったんですか。売り上げが半分になっちゃって、まあそれは理由はいろいろあるんです。当時の親父社長ですけど、社長が体壊したりだとか、そのナンバー2でいた専務が、技術の方を見てた専務がちょっと体壊したりとか、営業の常務の体壊しちゃったって、なんかそういうの重なっちゃって、はい、で非常に悪くてですね、うん、でも親父は技術者とすれば私は最高の親父だと思うんですけど、経営者とするとちょっとどうかなと思ってたところがあったんで、うん、親父に俺に全部よこせと、ほうと若いから言えたんですね。 今よく言ったなと思うんですけどね。それ何歳ぐらいの時ですか。それがだから41の時です、ね、わ、だから今年60なんで、本当19年前。いやでもやっぱり本当によくいろんな人の話聞くんですけど、世の中売る人か作る人ってよく言ったもので技術のある人はやっぱり売るところの要素というところがあれば、で売る人もなんか売るものがあれば、これが合致するとやっぱ会社もうまく回るっていうところですけど、じゃあお父さんがこう職人技術者で、その高志さんはもしかしたらその営業とかこう会社をブランディングする方にかけてたのかもしれないですね。そうですね、まあ普通建設会社の息子なら、うん、例えば土木だとか、はい、建築だとかっていう、まあそういうとこ行くわけですけど、私は大学は商学部ですし、お全然最初は興味なかったんですね。ああ、ただ就職するときには、建設会社に行こうと思いましたね。うん、それはなぜ。やっぱり私一人っ子なんですよ。そうするといろいろ大学も入るのも苦労させたし、いろいろ世話になったし、まあ、ついであげようっていう気持ちがあって、就職するときは建設会社に、それも大手じゃなくて中小に行ったんですよね。200億ぐらい、当時200億ぐらいの会社に行って、まあ営業も工事もそういうことも全部できるっていう、もうこの家業を継ぐことも少しイメージしながらって、ね、そうですね、はいはい、でまあその中で会社を引き継がれて、もうこの高志社長になられてからこう新しい事業みたいなのを始められたんですか。そうですね、ですからその改修工事っていうのは、うん、うちはまだその時やってなかったんで、防食工事ってコンクリートに、まあ分かりやすく言うとコンクリートの表面を水が通らないように、まあ、防水するっていう工事なんですけど、そういう工事はやってたんですけど、うん、耐震工事だとかそういうのはやってなくて、その時にこれからは耐震だと思ってそっちの仕事を始めたりだとか、あとは管の水道管の中をカメラを使って見る、うん、まあ
血管の中をカテーテルで見るような感じですね、うん、そういう技術を探してきてやったりとか、そういうのは始めましたね。なるほど ね、そのような着眼点で代替わりしてから売上回復というのはいかがですか。まあ、おかげさまで V 字回復しましてですね、さすがでございます。その辺のところは良かったんですけども、ただ今でも思いますけど、基礎を作ってくれたのは親父なんかの代理で、なるほど、その上にいかに乗って増やしていくかというのが私の仕事だし、うん、その中で私は、初代でもないし創業者でもないし、カリスマ性がそんなあるわけでもないんで、社員の全員の意見をよく聞いてるようにしました。で、私が社長になってから、まあ要は社員が思ってるのは要はボンボンだと、2代目って本当にその苦しみがあると思うんです。そうです、はい、ボンボンで JC とかやってて好き放題やってると思われたんで、うん、私は社長になってからこの20年間毎年全員の社員、今50何人いるんですけど、面接してます。へえ。1人30分以上、それでいろいろな話を聞いて、その中でヒントがあったりとか、または一緒にできるようなことがあればみんなで一緒にやるっていうことをやってます。ご縁ですね。そうですね、うん、まあ上からドカーンっていうのもたまにはありますけど、それよりもみんなでいかにできるかっていうことをですね。いいですね。働いてもらってる、働かせてもらってるっていう、どちらもイーブンの目線で話し合えたらすごいいいですよね。なるほどね。ケチャップさん、割と川鍋社長少しこわもてな感じするじゃないですか。めちゃくちゃ、はい、ところがすごく面倒見がよくって地域のね、こう地域を元気にするための活動とか、今ね聞きましたけど、すごいんですよ、やられてるっていうふうに聞きましたけど、はい、そうですね、まあ私がそれの始まりはやっぱりJC に入ったことで、その中でいろいろボランティアだとか奉仕とかをやらせていただいた中で、もっともっと自分にできることがあるんじゃないかということでですね、まあ今もいろいろやらせてもらってるんですけど、まあそれともう一つは、今現在はもう今年60になったんで、今までのね恩返しじゃないですけど、これからやっていきたいなと思ってますけど、はい、例えばね、高崎ソフトボールとか、すごく強いですけど、有名ですよね、はい、ビッグカメラですよね、後編会会長をしてらっしゃりとか、そうなんですか、はい、あとね高校 の, 吹奏楽ですごく強い学校が農大にこのにあるんですけど、はいはいはい、そちらも後編会会長とかも陰で割と地域の皆さんを支える、それはどういう思いなんですか。やっぱり一生懸命頑張ってる人って私好きなんですよ。これはどんな商売しててもどんなことをやっててもいいんです、うん、ただその人たちを応援、一生懸命やってる人たちを応援してあげたいっていうことがあって、あとは人の関係です。自分が携わっている人が一緒に応援してくれたりとか応援してたりとかすると、それをやってあげたいなっていうことで、ですからビッグカメラの講演会、ソフトボールの講演会長もやっぱり最初は仕事つながりでしたけど、練習を見に行ったり試合を見に行ったりすると、若い人たち、自分の子供たちのぐらいのが一生懸命やってるんですよね、うん、そうすると応援したくなるんですよ。覚悟を持ってやってますもんね。それと、うん、のにの吹奏楽部なんか毎年全国大会に行ってるのに講演会がなかった、うん、その時に前この番組にも出たことありますけど、光保険の上原、はい、あいつが金目さん講演会作りたいんだけど一緒にやってくださいよって、その時にあいつは農人出身ですけど、私は農人出身でもないし、講演会じゃねえ吹奏楽部も何にも関係なかったんですけど、上原がそうに言うんで、じゃあ俺も保護者会長終わったし暇だったからいいよって言って、樋口先生もよく知ってるしっていうことで、そういうことで始めましたね。でも私はやってよかったと思いますし、子どもたちが一生懸命やってる姿っていうのはいいもんですよ。いやもうこのこわもての川鍋さんが涙してる姿がちょっと想像できるんですけど、心が動く、感動されるということでしょうね。
多分他にも言えないこととかも 裏になって支えてることいっぱい終わりのようなんですよね。なんかちょっとねこうすごいアーティストが例えば高崎でコンサートするって言ったら実は神鍋さんが後ろでこうなんか呼んできたんじゃないかとかいろいろ私なんて聞こえてきたりとか。すごいね街の声は。そうなんですよ。人脈と人情がすごいんですよ。言っていいのかどうかあれですけど言ってますけど言ってますけど、はい、あの高崎アリーナができた時に最初にコケラを音楽のコケラをとしてサカナクションがやってくれたんですけど、サカナクションを呼んだのは私です。へ、そういう人脈が終わりなんですよね。あのたまたま私の大学の時の同級生がそういう音楽関係の 事務所っていうか協会にいまして、それでサカナクションの社長もたまたま明治の先輩で知り合って、サカナクションあのこけら落としなんで来てもらえないでしょうかって来ていただいて非常に良かった。その後芸術劇場も使ってもらったし、いや本物をあのこの地元の次世代に届けてあげるってすごいいい経験ですよね。はい、はい、そうですね。なるほど。なんか事業をやりながらですけど、こう街とどれだけの距離感でいろんなこうムードを作ってらっしゃるかっていうお方なんだなっていうことが ねすごい伝わってきますけど、もうやっぱり60歳になられて次世代次の時代作っていこうっていう思いも強くなられてるんじゃないですか。そうですね。だから、うん、私が一生懸命やってもあと5年ぐらいかなと思うんですよ。そんなことないですね。まだ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 。あの表に立って本気でやるのは、うん、それはなぜかっていうと、あの例えばですよ、役所の人ももう60でみんな来年再来年、ね、定年ですよ、うん、はい、そうすると同じ一緒に育ってきた人たちが第一線を退くんだから、俺もそういう中で退いた新しい人にどん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 渡していった方がいいんかなと思いますね。経験といろんなものが必要になった時はいくらでも、はい、いくらでも、はい、あの言われりゃいくらでも出ていきますし、飲み会でも言われりゃいくらでも出ていくんですけど、いきそういきそうだからそういうんでね、あの若い子にどんどんこう渡していくっていう姿が街づくりのやっぱり一番いい姿なのかなと私は思っていて、この番組を通じていろんな方にご出演していただいてご縁いただいてますけど、本当にみんな次世代のことを考えて高崎をもう一回元気な街に、まあ今も元気ですけども、さらに違った形の新しい高崎の魅力を届けたいっていう思いが強いなと思うんですけど、神鍋さん自身はどんな風にこの街をまた新しく盛り上げていきたいっていう思いありますか？そうですね、一つには高崎に人が集まってくれるような町にしたいです、うん、でそれはそこに住んでいる人が元気で明るくなければ絶対来てくれないわけですし、その中でその人たちがやることによって輝けるなんか仕事だとかイベントだとかそういうことをねやってる中で、高崎に集まって人が集まってきてもらいたいなと。なるほどね。だからこうやってイベントとかいろんなことをされながらムードを作っていって、はい、高崎を笑顔の街にして、笑顔であればみんながまた集ってきてくれるし、 そこにまた笑顔の輪が広がっていくかなっていうところなんでしょうね。いやーパワフルなお話、はい、今日はいつもより長いお話になってね、はい、しまいましたけれども、はい、川鍋さんのね熱い思い感じていただけたんじゃないでしょうか。ぜひ今後とも高崎の街をね、まあ5年と言わずいくらでも、まず飲み会から分かりました、上げていただければなと、その時はご一緒にお付き合いぜひよろしくお願いします、はい、ということで今回の、DJ ケチャップと素敵な仲間たち、神鍋工業株式会社代表取締役社長神鍋隆さんに素敵なお話いただきました。神鍋さんありがとうございました。ありがとうございました。